フィギュア GP ファイナル進出の男子シングル6名が決定。日本からは鍵山雄心と宇野正美学、米国からはネイサン・チェンラ3選手。男子シングルの GP ファイナルに参加する選手たち。上段左から鍵山、宇野、ジョー。下段左からチェン、コリアダ、ブラウン。 現地時間11月27日グランプリ GP シリーズ第6戦ロシア大会ロステレコム杯が終了 GP ファイナル進出者が決まったフォト進化し続ける22歳ネイサン・チェン注目の衣装ヒストリーはこちら出場権は参加した2大会の順位に応じて獲得するポイントにより 決定する。男子シングルでは日本からは18歳の鍵山雄心と23歳、宇野昌馬の進出が決定。鍵山はイタリア大会、フランス大会を制して獲得ポイント堂々の1位で進出。宇野はアメリカ大会2位 NHK 杯優勝で鍵山に次ぐポイントで、 ファイナルへの切符を手にした。また、イタリア大会2位、そして、先日のロシア大会で2位に終わった26歳のミハエル・コリアだが、男子シングルで唯一のロシア勢として参加する。最も多くの3枠を獲得したのは、米国だ。 アメリカ大会で優勝し、NHK 杯2位のヴィンセント・上アメリカ大会3位、カナダ大会優勝のネイサン・チェン。共に21歳の2人に加え、カナダ大会2位、フランス大会3位の26歳、ジェイソン・ブラウンが決まった。その他、日本勢では女子シングルの坂本香織。 ペアでは日本人同士のコンビとしては初となる三浦陸、木原龍一組の進出が決定。GP ファイナルは12月9日から大阪で開幕する。フィギュア友の自己ベストで3位。メダルを素直に喜びたい。GP ファイナル進出は鍵山安藤のフィギュアスケート GP シリーズ第6戦。 ロシア大会男子フリースケーティング現地27日ロシア措置前日のショートプログラムで首位に立った友野和樹選手23のフリースケーティング演技途中ジャンプでミスは出たものの笑顔で滑り切り自己ベストとなる168.38点をマーク 合計得点も自己ベストとなる264.19点で3位に入り表彰台に上がりました。試合後のインタビューで友野選手は全体的にやっぱり緊張していていいジャンプが飛べなかったので悔しいとコメント。それでも一つ一つ今回の経験を糧に 次につなげていければいいなと思いますし、メダルを素直に喜びたいと語りました。また、今回のロシア大会で GP ファイナルに出場する6選手が決定。日本からは、宇野昌馬選手と鍵山優新選手が出場します。GP ファイナル進出者、宇野正美学日本、鍵山優新日本、 n ジェンアメリカ、V ジョーアメリカ、M コリアダロシア、J ブラウンアメリカ。